お疲れ様です。暗号通貨ニュース、今日もコイン月光から10月10日朝4時半お送りしていこうかと思います。何を隠そう、私今日で51歳を卒業して明日から52歳になってしまいます。あっという間に時間が過ぎますね。まあでも考えてみたら、この12年間ですか、インターネットの世界に身を置いてそこで稼ぎ始めてもう12年ですよ。いつの間にか私のね、稼ぎも家族を養ってあまりあるほどになっていきました。まあひとえにね、 YouTube ってものがあったからだなと思いますね。まあさすが YouTube、 自分のプラットフォームを YouTube に委ねると何が起こるかっていうと、まずね、世界で一番の企業の取引先になってるっていうことなんですよ。ですんで中小零細、いろんなね会社が地元にもあります。でも世界一の会社 Google、 ここの関連企業たる、また最高の動画投稿プラットフォームの YouTube、 ここにがっつり身を置くことによって12年ずっと利益をね生み出してきたかなと思うと感慨深いものがありますね。まあでも一部の YouTuber さんみたいにね、チャンネル登録10万人だとか100万人だとか、私はそこまで行ってません。でも逆に考えたら、そこまで行かなくてもこういう暮らしができるってことなんですよね。10万人のチャンネル登録、100万人のチャンネル登録になると、今度は社会的な常識も求められちゃうんで、自由な発信ができなかったりね、その辺で浮気してたらスキャンダルされたりとかね、まあそんなことにもなるかなと思ったら、あまり目立たない1万人とか2万人のチャンネル登録ぐらいで再生数がね、30とか50とか、まあ、100とか200とか、たまにブレイクして5000とかね、このあたりの目立たない YouTuber が有利なんじゃないかなと思う、そんな日々でございます。さあ、それではコイン月光に話を戻しまして、はい、今日はコインの上場数14,793と取引所の数が増えまして1128になりました。増えましたね。でも時価総額はそんなに増えてないんですよ。あの FTX の破綻がなんとかね改善されて、資金が皆さんにバックされますよと、資金が保全されますよっていうニュースが入ったのが先日のことです。まあそこでね、一気に暗号通貨業界に好転的な風が吹いてくるのかなと思ったら、いまいちでですね、もっともっとあの FTX のこう資金が取り戻せますよニュースを私としても広めていって、多くの人の失われた暗号通貨業界の信頼をね取り戻していきたいなっていうところです。なんかやっぱりね、いろんなね ICO 情報が入ってきて、その ICO 情報に乗った人が損をするから、暗号通貨業界に対する信頼がなくなるばっかりなんですよ。まあ、この前もね DOP っていうあの暗号通貨の紹介させてもらいましたけども、 ICO でかなりねあの力を入れて紹介することが多かったんですけども、それに乗せられて買った方、今どうですかねかなりしょんぼりしてるんじゃないですか。まあですんで、ぜひねコイン月光見ていただいて、そんなインフルエンサーさんからね情報仕入れなくても、毎日上場して誰かが儲けてるんですよ。でこういったコインを買わないといけないし、紹介を受けないといけないし、インフルエンサーさんは紹介しないといけないのに、なんかあんまり知られてないコイン、まあでも知られてないコインを紹介するから意義があるんでしょうけどね。はい、まあその辺はもういいでしょう。私の場合はちょっとね、 ICO 前の通貨を皆さんに紹介する気にはとてもならないんで、 ICO 後の信頼されている市場にきちんと根ざしているコインを紹介して、その変化についてね考えていきたいという、そんなコンセプトでございます。ビットコインの価格は900万円を超えて910万、まあ安定してきたかなと。インサリアムもねまだ40万にはなってませんけども、350万を切るようなことはなかなかなくなってきたかなと。でさらにリップル80円を切っちゃったんですけどもね、これねまたブレイクしてもらいたいんですけども、どうでしょうかね。で我らがカルダロ50円をなんとか踏みとどまってますけども、先日54円までね登っていったのに、なんともはやおいたわしや。そして柴犬コイン、もう柴犬コインはもういいですか、50万倍になりそうないし、まあでも今年の1月に買った方みんな得でしょ、だからこういう風に上場後のコインを仕入れる、そのセンスを身につけた方が私はいいと思います。はい、それではね今回は以上です。